こんにちは製作企画研究所プロジェクトリーブ株式会社トライゆうかの中島ゆかです中島ゆかのそこまでゆうかの時間がやってまいりました今日の動画なんですけど本当昨日アップする予定だったんですけどモチベーションがあまりにも上がらないテーマだったんで昨日断念しちゃったっていうまあ都内に住んでますから7月のね5日に 都知事選がねあるんですけど東京の人間ってね、どうするのこれっていう、このわけのわからないこのかぶれ。しかも、あの、工事以降、立候補者のね、の顔がね、貼られるでしょ、各あのいろんなエリアで。なんだこりゃみたいなのがね、貼ってあったりとか。で、正直、今回については、 自民党をですね非常に私は恨みます、猛省していただきたい、やはり安倍政権と、まあ、ぜぜひひとはいえ、連携していこうという、やっぱり立候補者がいないっていう、これがやはり一番の致命傷だなというのが、やはり私の中ではありましたや、ね、いや、いるじゃないかっていうふうにね、言う人もいるんですけど、いませんよ。 今回の中では、えー。基本的に今、ウイグルや、それでなくったって、香港がああやってあのー、中国という怪物にねお、やり込められているというこの昨今の中で、まず、日本国民として、まず絶対にこれだけは譲れないというのは、日本をね、よその外国にあの、売ってしまう。まあ、言い方悪いですけど、売国度みたいな、 まあ、そういうことを、これまでのね、東海表日までの長きにわたって、やってきた候補者に関しては、もうはっきり言うと、あの、私の中じゃもうペケポンアウトっていうことで、まず、あの、私の中ではですね、その人の名前をね、あの、書こうという気は、まずさらさらありません。それだったら白票で、えー、出すしかないのかな、と思います。 それと、今回、えー、私が今ね、把握している限り、22人、まあ、立候補されている人がいるみたいなんですね。まあ、選挙 .com でですね、あの見たら、まあ、確かにね、なくてなんじゃこりゃ、みたいな、まあ、そんな感じの,あの人もいましたし、出来もしないような公約をね、あのちっちゃなフォントの字でね、あのつらつら書いて、で、なんか新人無所属みたいなね、 まあ、あの方もいらっしゃったりとかするんですけど、22人どの人を見ても、現実的に、これは多分この人だったら、この公約は、あ実行するだろうなという公約掲げた人はね、正直ゼロです。えー、もうその期待すら、しないっていう、なんかそんなところがちょっと私の中にはもうすでにあって、 この前、主だったなんか5人か6人ぐらいのその立候補者を出してその,あの議論してるっていう番組みたいなのがあったんですけど、あれ自体おかしくないですかなんであの人たちだけがああいうところに出て、それ以外のあの立候補者というのを出さないんだろうか。例えば22人もね、いるんだったとしたら、1回目とか2回目に分けて、 あの、22人でね、本当あのー、ごちゃごちゃやられたって誰が何を言ってるのか、あなた誰みたいなね、人だっていりますから、第1部、第2部という風にして分ければいいのに、なんかあたかも、この前出てた人たちだけに、作為的にね、この人たちのどれかにあの、票を入れましょうね、みたいな感じの、本当にあのー、マスコミのね、えげつなさがね、すごく出てるなぁと思いましたけど、 あの中に、あの、私が投票する人は、まず一人もいません。まあ、あの、これをご覧になっているね、皆さんはどうお考えなのかわかりませんけど、絶対にいれません。そんなにね、あの、安すと、あの、大和民族の魂、売る気ないもん、こっち。昨日ね、あの、収録をする手を止めて、月屋橋でね、90歳のあの、本当にこう、あの、愛国党ってね、 独う、舌で語られていた。赤尾敏先生のですね。古いあの動画をね。私ずっと見てたんですよ。でまあ、若干ですよ。若干それに似た雰囲気の方っていうのが。まあ日本第一党のね。桜井誠さん。まあ、あのいくつかね。あのパチンコとかそういうあの遊戯遊戯場だとか。まあ、そういうものを規制をかけると。 いうものだ人たちにね、えー、生活保護だろやれなんだろうって言ってあの多額のお金がね日本人よりいってるっていうような、まあ、そういうものを撤廃するだとか、まあ、そういう本当にこう愛国精神という部分では桜井誠さんが本当に字でいってる方なんだろうなと、まあ、若干ちょっとその重なったのが赤尾瓶先生が言葉も乱暴でね でもう90になって政見放送ってあのもうご自身が都知事になんかねもうなる気はないんだって言いながらね政見放送されてましたけど、まあ、なんかちょっとそれにダブったのがね桜井さんだったんですねで今回桜井さんはですねなぜならもうこれだけねバカ野党が国会議員の仕事をしないで で、安倍政権の足を引っ張るだけ引っ張っといて、中立性を変えたね、メディアは、なるべく親中派の方に票が行くんじゃないのかな、票が行くように行くようにっていう風に、作為的にね、印象操作的な、やっぱりその、番組みたいなものを組んでるじゃないですか。でね、それをやればやるほど、 まあ、ある一定のね、そういう左系の、あの、人たちっていうのは、あの、それは非常に心地いいのかもしれないんですけど、大半のね、日本人はね、もううんざり嫌気がさしてるはずなんですよ。そこによくぞ言ってくれたなというのがね、今桜井さんがおっしゃってる、あの、内容なんだろうなと思いました。ただし、桜井さんの場合は、 やはりあのご性格と、あのー、やっぱりその、意気込みとその言葉のやっぱり勢いとその言葉の乱暴さ。せっかくチャンス到来しているのに、あれでは一般の有権者の人たちがまずドン引きするだろうなぁと。なので、えー、あそこに票が行きにくいんじゃないのかなというのを非常に懸念しています。で、私は、あ桜井さんを入れるかどうかわからないですけど、 別にその日本第一党をね、親族応援してるわけでもないんですが、ただ彼が、まあ言ってる、もう外国人が次々次々入ってきてね、で、えー、ここはどの国だよっていうぐらい、日本人の、あの方に、えー、いろんなその補助とかが行かないで先にその外人の方にね、行ってしまって、外国人として見ればパラダイスっていう、今のこの、 日本のあり方というものは、これは根底からやはり覆さないといけない。それは、じゃあ誰がやるのかって言ったら、桜井さん以外のね、えー、立候補者は、おそらくしないでしょうね。なので、そういう意味で、じゃあ誰がやるかって言ったら、桜井さん以外だったら、自民党が公認、もしくは推薦でしっかりと、立候補者をね、出した、その人がやっていたはずです。 ですけど、今回は、その候補者を出さなかったという意味では、自民党に対してはですね、もう本当に猛烈に反省してほしいなというふうに思っています。で、えー、私の中では、ぜぜひひとは言いながらも、今の安倍政権と、やはり二人三脚でやっていく、えー、都政じゃないと、私は認めない、というのがあります。だって、 安倍政権と、いつもかつもあの火花を散らしたり、野党と手組んでね、安倍さんのあの足を引っ張ったりするような都政じゃ、絶対ダメですから。なので、あ非常にですね、え、になりそうなほど、今回の都知事選というのは、期待ができないし、投票所に行こうかどうしようかな、っていうのは今、私の今の中ではね、非常に疑問です。 あとね、あの、立花先生の N 国党でもない堀江新党っていう、あの掲示板もね、すごくやっぱり、一般有権者の人たち、特に高齢者の方たちは、これは広告ですかってねあの、言われるおばあちゃんがいて、見てたら私にね、声をかけた人がいるんですよ。 なんか三枚綴りになって、立花さんのとこのページに関してはあ、一般の有権者の方たちはまずあれ全然理解できてないですね。で、あの、ホリエモンって書けばこれはいいのかしらっていうふうになんか言ってましたけど、知らねえよってね、思いましたけどね、心の中でもね。<laughs> さあ、これは何なんでしょうねって言ったら、あ、これ広告なのねっていうふうになんかあの、言ってました。でもこれがね、 ありのままの、ありを見た、有権者の、まあ、反応ですよ。4人も人がこれいますね、みたいなのよく考えたら、堀江リエモンで、立花さんがいて、あ、後ろっかになんかおじさんもいるね、みたいな。確かに4人いるな、みたいなね。感じで。だからこれは多分、どっかの会社の広告じゃないのかな、みたいな感じでね、言ってましたけど、うん、私はそれ以上に何も言いませんでした。というところで、もう非常に、もう自民党がね、やはりね、候補者を立てなかったね。 これは、自民党の失態ではないかなというふうに私は思っているところです。配信しようかどうしようかね、迷うほど、にテンションの上がらないね、テーマでしたけど、一応上げておきます。はい。ではまた別のテーマで配信していきますので、どうかまたご覧ください。ではまたお会いしましょう。